さんこんにちは、ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。この番組はですね、エンターテインメントに関すること、何か毎回一つテーマを決めて配信している番組です。私が映画好きのタップダンサーということで、今は映画やタップのことが中心になって配信しておりますが、今後いろんなことを配信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマは何でしょう。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップやってますでしょうか。こんな大変な時にも皆さん方の貴重な時間いただいて、配信見ていただき本当にありがとうございます。10分ちょっとですけども、みんなと一緒にタップダンス共有できたらなと思います。それで少しでもね、楽しく明るくなってもらえたらなと思います。それでは早速本日も行きましょう。でですね、今日はみんなね、タップダンスっていうとやっぱね、足でみたいな感じで、足でリズムを鳴らして、まあ楽しむダンスというか、踊るダンス、楽しみながら自分の体を楽器にして踊るダンスなんですけども、今までみんな足にちょっと注目してきましたけども、実は手も使います。ハンドクラップ。ます？これもいい、ちゃんとリズム鳴ってますね。で、ちゃんと自分の体を使ってリズムを出してます。みたいな感じで、今日はいつもとですね、まあいつももそうなんですけど、足にこだわらずちょっと逆に手も入れた感じでリズムを作って、こういう見せ方もできるんだぞっていうのを、お伝えできたらなと思います。要はタップダンスは足だけではありませんよということです。はい、手もとにかく全身使って、どこでも音鳴るところはどこでも使えますんでね。まあでも今日はとりあえず最初の入り口としてハンドクラップだけ使っていきます。本当はこれ、ね、ボディーパーカッションじゃないですけど、足さっきやったけど叩いたりすることもいっぱいありますけども、今日はひとまずハンドクラップだけでいきたいと思います。で、今日やるステップはどんなステップかっていうと、これの、おそらく前の動画になったとなると思うんですけど、ステップシャッフルのタラララッタで、こうやりましたね。タラララッタララッタって多分前回の動画でやったと思いますけども、そのステップをちょっと一部ちょっといただいて、前回とまた今回でまた違うコンビネーションが見せれたらなと思います。じゃあね、一回今日やるステップどんなやつかっていきますね。まあといってもよく見るステップかもしれません。いきますよ、せーの。まあ足も使ってますけども、どっちかっていうと底面で。それでは早速ゆっくり解説していきます。これちょっと後ろ向くと絶対わからないと思いますので、こちら正面に行かせてもらいます。すいません、僕右足から始めます。いつも言ってますのように、僕がすいません、鏡にしてる方は大変申し訳ないですけども、皆さんがもし鏡にしてあった場合は左足になりますけども、僕は右足から行かせていただきます。で、まずやることだけですね。最初足踏んで、足てて足てて足です。多分この一瞬で大丈夫だと思います。いきますね、もう一回行きます、せーの。足てて足てて、はい。で、まあ後でね、コンビネーションでつなげるときちょっといろいろ端折ったりしますけども、とりあえずちょっとこの手と足のリズムだけの練習のために、このバージョンだけの、ハンドクラップだけのちょっと簡単な練習やっていきますね。もう一回いきます。せーの。足て、手、足て、手、足。はい。で、ここで、一個手をもう一個入れます。いきます。で、これで、ね、体重移動したら、持ってくださいって言いますけど、これはね、ちょっと見せ方として足ついてもらって、例えば右足踏んだ時に左足を上げなくても大丈夫です。その代わり、いつも言ってますけど、こうなってでも実はこう、例えばこうなってでも実はこの足いつでも上がります。実は右足しか乗ってないということです。ここが理解できればドンってこうやってもらっても全然大丈夫です。ということで、体重はちゃんと踏んだ足に全て 100% 乗せてくださいね。いきますよ、もう一回いきます、せーの。足てて、足てて、足て。いきますね、せーの。足てて、足てて、足て。そしたら、今、左足が上がってるので、単なる反対側からです。僕、すみません、僕左足です。せーの。これで、ワンセットです。いきます？5、6、せーの。
大丈夫だと思います。じゃあちょっと早くいきましょうか。はい、6せーの、まあ、これもちょっと見せ方としてでこれやると、まあなんかちょっとまあリズムも合ってるし、まあ、あれなんですけど、いつも言っても面白くないですよね。やっぱりいつも言ってますように、自分の体からリズムが湧き上がってくるわけですから、それを手なり足なりで表現するわけですから、自分がしっかりそのリズムに乗って5、6、せーの、でこうするとちょっとだけ見栄えがしますので、ちょっとね膝曲げたりとか体をひねったりとかして、別にこれ他にこういうのも多分ありと思うんですよね。これと、やっぱこれと、多分見え方、多分今2つ通りで体の向きをちょっと変えたりしてましたけど、見え方変わって面白く見えたりするので、まあどちらでもいいんですけども、いろいろ体の見せ方はやってみてください。そしたら今日やるコンビネーションいきますね。1回目の、手でここ手入れなくて大丈夫です。ドンタッタドンタッタ、はい、ここで終わっていいです。そしたらステップシャッフルボールチェンジです。ステップシャッフルボールチェンジ、どうした？やることはステップシャッフルボールチェンジ、はい、タラララララ、せーの、ウッタッタウッタッタドン、タラララララ、もう書きますよ。ウッタッタウッタッタドン、タラララララ、これちょっとシャーフルが入ってるんで、ちょっと後ろからいきますか。はい、6、せーの、そしたら今左足が上がってると思いますので、これの1回やるだけです。ここからやるときは足て手足、シャーフルから続けるとどうなるかっていうと、タラララララ、いきました？もう一回いきますか。シャッフルから、せーの、タラララララッタッタッ、これを頭から続けますね。ちょっと後ろからマージでいきます。ちょっと手頑張って横で叩いてみます。はい、6、せーの、ドンタ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 ン、タラララッタドンタンタン、ちょっと正面からいきます。いきますよ。はい、6、せーの、はい、タラララッタッタッタッドン。そしたら今左足が次動けると思います。全く真逆を始めます。せーの、タッ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 ドン、タラララッタッタッタッ、またここまで右足が上がってるので、また右から始まります。でこういう風にずっとこれも永久に繰り返していきます。じゃあちょっと永久に繰り返すバージョンでいきましょうか。右の踏み込みからさせていただきます。ゆっくりからいきましょう。5、6、せーの、ちょっと早めに行きます。横からたまには行きます。はい、6、せーの、いました。大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。一つのリズムの中に手も入れて
表現するとまた面白い表現の仕方が出てくると思いますので、時々ね手を入れるというのもいいと思います。それでは聞き馴染みのある曲でいきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。でね、どうしてもタップダンス足元に集中して足で何かやらなきゃと思うんですけども、ステップの中に手を入れることによっていろいろ見え方があって、あのずっとバーってやってるよりも時々手が入るとお、なんかちょっとおしゃれじゃないって感じになるので、ぜひね手も入れながら、今ちょっとあの即興でやりましたけども、いろんなところに手を入れるだけでリズムも面白くなるし見栄えも良くなりますので、ぜひいろんなところに手を入れてやってみてください。それで今日言ったように手を入れる時でも、まあ、もちろん声入れるのもいいですし、なんかちょっとしゃがんでみたりジャンプしてみたり工夫してみてください。それではいかがだったでしょうか。もしよければチャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。